背景です。今回は松井監督も期待大、コルデロドミニカ無双継続中ということでですね、今回はね、コルデロ選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは松井監督もコルデロに期待ということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。西武松井監督が新助っ人のコルデロに1億円弾を期待した。今季からベルナドームに立ち日ホールディングスの本塁打賞で打球を当てた選手に1億円が贈呈される看板広告が誕生。バックスクリーン右の約150メートルの距離で左の大砲に有利な標的だが、今季直撃者はいなかった。指揮官は左打ちでメジャー通算27本塁打のコルデロの筆頭候補とし、一発は魅力、1号は西武の選手に当ててほしいと期待。スタッドキャストが導入された15年以降、飛距離の歴代トップはレンジャーズマザラの500フィートで、ドジャース大谷は10位タイの493フィート、コルデロは489フィートの15位タイにつけており、直撃弾の可能性を秘めるということでですね。松井監督はね、コルデロ選手のパワーに期待をしているということになっております。立ち日ホールディングスのね、看板直撃っていうところも、もちろん期待をしていきたいところではあるんですけれども、やっぱりね、コルデロ選手、そのメジャーの中でも、飛距離がね、15番目ということで、やっぱりね、パワーっていうものは、かなりのものを持っているのかなというふうに思います。松井稼頭央監督もね、そういった部分に非常にこう期待をしていることになると思うんですけれども、そのコルデロ選手ですよね。今ね、ドミニカのウィンターリーグの方に参加をしておりまして、そこでもね、しっかりと結果を残しているということになっております。だからますますね、本当にシーズン入ってからの活躍の期待っていうところが膨らんでいくのかなというふうに思うんですけれども、まずはですね、コルデロ選手の、ここまでのウィンターリーグでの成績っていうところを見ていきたいと思います。8試合に出場して打率3割6秒に8安打1本5打点、三振4個、フォアボール5個、長打率5割9分1厘、出塁率が4割8分1厘、 OPS が 1.072 という成績になっております。ホームランこそね、1本しか打っていないということで、パワーっていうところはね、ウィンターリーグではまだそんなに発揮されている部分ではないんですけれども、しっかりとね、ウィンターリーグでも継続して結果を残すことができているというふうになっております。で、MLB では、少ない打席数で結構ホームラン打って、ただやっぱり三振が多かったりとか、フォアボールが少なかったりとかっていうのがね、課題としてあって、選球眼があんまり良くなくて、かなりこのアプローチの部分が懸念をされているんですけれども、しっかりとね、このウィンターリーグではフォアボールも獲得していますし、BBK ってところに関しても1.25ということで、高いアプローチを見せているというふうになっております。実際にね、3A だったりとか、マイナーではそんなにね、こうアプローチの部分で悪いっていうわけではなくて、比較的ね、フォアボールも選んでおりますので、ちょっとね、やっぱり MLB ってなるとレベルが高くなってしまうので、そういった対応に困る部分もあったと思うんですけれども、ただね、そんなに選球眼がめちゃめちゃ悪い選手でもないということなんですよね。ただね、やはり三振率ってところに関しては、このドミニカでも 20% 近くあって、コンタクトってところがやっぱり最も不安視される部分なのかなというふうには思います。三振に関してはね、結構マイナーでも多くなってきている部分がありますので、やはりね、ここはちょっと課題というか、日本のピッチャー相手に、どれだけ対応できるのかの懸念点にはなるかなというふうには思います。ただね、こういった部分でしっかりと日本の野球変化球とこれ適応することができたら、活躍は間違いなしと言っても過言ではないかなと思いますし、本当にパワーっていうところとか、打球速度に関してはもう MLB でもトップクラスのものを持ってますので、とにかく当たればもう何か起きる選手なんじゃないかなというふうに思っております。松井監督もね、非常にこう期待を大きくしていますし、気になるのはやっぱりどの打順を任されるのかっていうことですよね。比較的ね、足も使える選手になりますので、上位打線打つ可能性も僕は十分あると思いますし、ただやっぱりパワーのところが魅力的なんで、3番4番5番のクリーンアップをね、打つ可能性もあると思います。どの打順でも比較的ね、いける選手なんじゃないかなっていうふうに思うので、こういったところはね、注目かなというふうに思います。で、守備に関しては、そんなにね、高い守備力ある選手ではないですけれども、このドミニカではね、この前初めてライトの守備にもつきましたし、レフトももちろん守っていますし、両翼での起用っていうところも十分視野には入ってくるかなと思います。もちろん指名打者ってところもあるとは思うんですけれども、しっかりと両翼守れたらね、結構使い方的にもいろいろ広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、守備もね、どの程度外野を守れることができるのかっていうところも、注目していきたいなというふうに思います。皆さんもね、このコルデロ選手に対して、期待していること大きいと思いますので、何かね、期待していることだったりとか、打ってほしい打順とかがありましたら、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。